独身なう、浅川図です。はい,はい、林敬司です。いやー、まだね、コロナが全然収まらないですけれど。今更。<laughs> まあ、そんな中ね、結婚を決めたのはコロナのおかげとか、まあ、加速した恋愛欲と結婚熱っていうことで、これをね、心理学でね、ロミオとジュリエット効果とい、うんえー、うらしいんですけれど、まあ、恋愛は、 壁があるほど燃え上がりやすいと、コロナ禍は、いわば、社会的な、障壁だと、その障壁を乗り越え、新たな一歩を踏み出す人がいるっていうことで、結婚したりとか、えー、恋人作ったりっていう人が、もうこのコロナ禍の中で増えてるっていう話なんだよね。いやー、まさかくん、ほんまにあれやなマスコミの回しもやな <laughs> そう。なに、ロミ、ロミ、ジュリー効果ロミオとジュリエット効果な知らねえよ、そのもん、聞いたことねえよ、お前。<laughs> なんだよ、それ。 ロミアとジュリエットの効果っても。釣り橋効果とかって、あんじゃん、昔からさ。いや、釣り橋効果はわかるよ。釣り橋効果にしろよなら。うん、なにな、じゃなんでロミジュリ効果、ロミジュリって逆しとるなんか昔か。はははは、確かにな。だ、ね、からね、なんか、ロミ山田とジュリみたいな感じだこれ。わからへ、うんけど。あ？いやいや、昔の俳優、あの、おるね、昔。芸能人や、芸能人。う,ん、はうん。まあいいよ、話聞くよ。聞かせていただきますよ。 どうぞ。まあ、自粛期間中に人と過ごすことのありがたみを実感したり将来を考える機会となった人が多かったのだと思いますと。うん。結婚しようかどうか迷ってた人がコロナをきっかけに今結婚するしかないなっていうんで結婚に踏み出す人が結構いるんだって。あの、ちょっと前までやっぱりさ、その結婚に対して焦るっていうかさ、うん。あの、結婚早くしなきゃみたいな、子供早く作んなきゃとか、周りに煽られたりするっていうこととかあったかもしんないけど、うん。 今は、そんなことってあんまないと思うんだよね、俺は。それはほら、だって、平常時はそうかもしんないけど、コロナになって、外出とかできなくなって、うん、まあそのパートナーの大切さとか、まあ結婚する人が増えたっていうこととも取れるわな。俺とか林くんみたいにもともと別にコロナがあろうがなかろうが、<laughs> 孤独で全然問題ないって人にとっては何ら変わってないわけよ。いや、多分ね、これわからんよ。俺ね、ちょっとね、佐賀くんこれ問題 の家だけど、うん浅川君彼女いできたわんまあ、できたとかもう一年いるけどな。でしょだから、お前はコロナ禍で、そんなに寂しくないわけよ。コロナの前から付き合ってるけれど、だからつって、コロナだから、急激に焦ってなんか、一緒に住まなきゃなっていう感覚ではないよね、正直言って。まあ、まあ、いい関係ではあるかもしんないけど、うん。あのー、 俺みたいにさ、コロナ前もコロナ後も一緒そうだよ。それは俺も一緒だよ。別に、その、付き合ってる人がいたとしても、んあんまりその、観光地とか行けないね、みたいな話はしてるけれど。いや、でもね、それってさ、けど、俺、ちょっと、俺にはちょっとわからんけど、でも、 そうやって今恋愛してるってかさ、自分のことを、うん。付き合ってるってか、好きでいてくれる人がいるっていうだけでも幸せなんじゃないの結婚したい人ってのは、隣にいてほしいわけでしょ。家から出れないから。まあ、ここは多分ね、朝、ま、君も大人だから。俺はそんなガキじゃないから、やっぱそこはないわ。いやいや、でもまあおかしいのは、まあ1ヶ月ぐらいおったりするやん。 いや一ヶ月も、俺、もう、それもおかしいんだよな。ちょっとね、俺もちょっと妖精よ反同性状態だよな。だから、それやったら、一ヶ月とったら、もうそろそろ帰れ、お前、北海道、みたいな。あ、逆に、逆にだからお前を孤独になりたいわけだろ <laughs> 俺はそうだ。俺だって、俺、前、俺,俺、前何回も言ってたと思うけど、俺尊敬しとるもんなって。俺多分ね、一泊、いや、二泊三日限界だな。もう帰ってくれと。 これ一人になりたいと。だから、ま、よう一ヶ月も耐えとるなーっていうのあって、わからんよ。もう俺らおっさんだからかもしんない。それ徐々に徐々にだよ。その付き合ってすぐってんじゃなくて、一年経ってだん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 、んま、その相手の家に一週間いたり二週間いたりっていうのができるようになってきたけれど、別にそれコロナと関係ねえからな。ああ、でもさ、これ、俺ちょっとね、どうなんだろう。これ俺思うんだけど、 俺らがまだ若い頃ってさ、遠距離恋愛みたいなことあったんや。はいはい。あ、だからそれもある意味、ロミジュリ効果とも言えるよな。それ、釣り橋効果にしろもう <laughs> 釣り橋効果とはちょっと違うんだよな。だって釣り橋効果は、あ、まあまあ怖いっていうかさ、お互いがその恐怖のシーンで、ドキドキしながらね、うん、ドキドキしながら、それがだから恋愛と錯覚するだけど、はいはい。うん、ロミジュリ効果の場合は、まあ障壁だよな。だからお父さんが反対してるとか、<ー>なんかそういうことがあると逆に燃え上がるっていうパターンだ かなまあ今回はコロナだよな。コロナがあるから燃え上がるみたいな。でもほら、俺はもうおっさんだからそういうのはやっぱないよ。うん、ないでしょうね。ないよな。うん うん、だから、うちらの時って、そんな今みたいにさ、何、ズームだったりとかさ、電話夜中、携帯でずっと電話できたりとかさ、なんか、うん、今みたいに、すぐ会えたりとか、そういう、なかなかそういう環境なかったと思うんだけど、だから昔のがロミジュリ効果あったわけだよその手紙でしか、確認ができないとか、<ー>家のね、親の目を盗みながら家の電話するっていうのが、まあ燃え上がる効果ではあったんだけど、ちょっとそれ コンビニ行ってくるわみたいなこと言って、電話ボックス行って、電話しに行くみたいな,なう。そうそうそう,そう,そう。今回のコロナのロミジュリ効果ってのは、若い人の間にはあるんじゃない。今までさ、ほら、何の不便もなく、まあ、あえてたのが、急に、まあ、コロナで会いにくくなっ。っ て<で>っていうのは若い人の中ではその、ある意味ほら、不便な世界に戻ったわけじゃん。まあ今便利な世界だったのが、不便な世界に戻ったってことだね。で、それによって逆に恋愛に火がついちゃうみたいなパターンはあるかもしれない。それって 多分ううちらの世代が一番ロミジュリ効果あったと思うよいやいや、俺らはないよ。俺らはだって、不便な世界を知ってるから、もともと。それこそ、その何、文通みたいな付き合い方をやってた世代だから、今こういう風にコロナで会いに行けないって、もうそんなになんていうか、不便になったなっていう感覚がその若い人ほどないんだよね。 でもね、俺が思い出す感じで言うと、やっぱりね、昔、例えばね、あ今日まあ、デートしました、と。で、チケット。でね、切符をさ、改札通る時にさ、もう、彼女が泣いたりとかするっていうかさ、寂しいみたいな気持ち悪い。うん。気持ち悪いって言ったよ、お前。<laughs> なあ、気持ち悪いって言ったろ、お前。お前、ちょっと何それは、お前、あの頃のね、恋愛ってそんなもんやで。<laughs> あの、だって。あ、お前にもそんな時期があった。あった、あった、あったよ。だから、いいえ、またね、連絡するからって言ってもさ、携帯もない時代やったから。ポケベルも携帯もない時代やったから。あれだ、牧瀬里穂のな、あの、新幹線のー m みたいなやつだよなあ。あれ、あれ、あれだから、俺そんなことしょっちだって、あの頃。だから、 その名古屋の駅でってこと名古屋の駅でとか、例えば、どっかのマックがあったとしたら、ここのマックの前で待ち合わせって言って、じゃあ分かった、じゃあ5時にね、学校わってから5時に待ち合わせねとか言って、5時に行ってもいなかったりとかしてさ、で、いなかったてで、も、ベールも携帯もないわけじゃんね、その時。駅のな、あの、掲示板に書いたりしてた時代だよ。ああ、書いたりとかしてた時代だよ、今ここに行ったからみたいな。そう,そう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 。で、結局、実家に電話するんだよ。 なんか夜分遅くすいませんじゃないけど、なんかそういう感じで、何、うん、さんが今こう言っておいでね、あの、一応、まあ、幸せする約束をしてたんですけれども、って。で、あれおかしいね、みたいな感じで、向こうの親といろいろ話とかしたりとかして、一回会うことが、すごい貴重な時間だったんだよ、当時は。だって、個人個人携帯もメールも何円もないから、もうその日会えんかったらもう会えないんだもんだって、それ。 もうじゃあまた来週ねってことでしょ当時は。逆に燃え上がらせる要素になってたわけだろ。なってたね。これが今にはちょっとないのかもしれないなあ。いや、だからそれが今は若い人にとってはコロナだってことよ。ああ、そうかー。でもなんか、ゆるいなー緩ゆるくなくないコロナって。いやー やとそんなん別にコロナだって二人で会おうとね会えるが今は別に。電話だって24時間繋がるわけだろあまあまあまあ、だから、俺がさっき言ったように、俺は、その、林くんの頃の、そういう不便な時代俺も共有してるから、そうだろコロナになったからっつって、別にその、慌てて結婚したいとかって気持ちになんないってのはそういうことなのよ。うーん、はいはい。そりゃそうだ。俺はロミエットじゅ、えー、ロミジュリ効果が俺には、あの、ないってことなんだよね。え、じゃあ、お前はロミオなのはははは。<laughs> おーロミオ、おーロミオって。おーロミオってなんか歌ったの、それ。おージュレットって。<laughs> ージュレット、ジュレット何お前、まあまあ、北海道のあれか。<laughs> まあ、まあんまり話してみのかわからないけど。いや、ダメだよ。ダメなので、まあ、今よく自分で、うん、カミングアウトしたからいいかなと思ったけど。いや、北海道と一言も言ってねえからな、まあ。俺もう言っちゃったけどね、昨日のあれで。うん、あの、浅川くんが、もう何、北海道に。にあ、お前のライブでか。うん、ライブ,ライブで。お前、ひでえな。いや、もうだってお前カミングアウトしたからいいかなと思ってよ。ああ。いや,いや、まあまあまあ、まあ、だ、 そういうことだよ。名前は言ってないからいいよ。名前は言ってないから。うん。でも、そうか、お前がロミオか、気持ち悪いな例えば、俺らが、えー、その、<laughs> こう、もう一回、ロミエット、<laughs> ロミジュリコー。ないや、もいにきいな、これ、ロミジュリコーかな <laughs> なんでいつもロミエットって言うんだよ。<laughs> ロミエットってなっちゃうんだよ。<laughs> <laughs> な,な何んで逆すんね <laughs> 何だよ、そめんどくせえから、ロミエットにしようぜ、ロミエット。改造されたんか、お前は。それが、だから、例えばさ、じゃあ、えっと、二人で旅行行って、なんか二人とも携帯なくしましたみたいなんだったら、そのロミジュリ効果っていうのはあるかもしれない。いやそれはわかるね。少なからすね。旅先とかでな。うん。これだってさ、別に、その、恋愛じゃなくても、俺と林くんが沖縄行った時に、お互い携帯なくしたら、すげえ楽しい思い出になるじゃん。 あその時は大変だけど終わってみたら「うん、あの時あんなことがあって大変だったよね」って話になるじゃん。 うん、まあ、俺ら男同士だからなナスタケと、その車乗ってとか、なんかいろいろあのドライブ大変だったな、大変な思いをして、例えば、はいはい、林くんの引っ越しを手伝ったなとかっていう、だからその、あれだよな、ナスたケ効果だよな、お前んちはな。ナスたケ効果って関係はない何や、そな。ナスタケ効果って。あげくの果てに LINE をブロックされるってのが、ナスたケ効果だよな。電話しても繋が、電話 番号も繋がらんしさ、まあいいんだよ。わかんないあいつなりのツンデレなんかもしんないよ。ナスタキホーあいつツンデレだよ。あいつツンデレだよ。ツンが長すぎねえか。いや、いや、もう <laughs>、ね、あいつね、プライドが高いんだって。 完全に話はそれだけど何やったっけああ<局>そうそうだ。話を戻すとだよ。うん、今回はそういうコロナがロミエット、もう、もういいよ、これな。ロミエットでな。もうロミエットいいよ。<laughs> ロミエット効果で、<laughs> そ,その、まあ結婚したい。孤独を感じてパートナーの大切さが身に染みたっていうことで、まあ結婚を急いだりとか、まあ同棲になったり、まあするカップルが増えてるっていうのは、まあ一時的な効果かもしんねえけどな。これでじゃあさ、 コロナがじゃあ収まりましたってなった時にその恋が冷めちゃう可能性もあるよな。うん。これはだから、なんか言うじゃん。冷める恋なうあ,あっという間、なんていうの,いうの千年の恋も。千年の恋も、冷める恋みたいな。なんかあれだろその相手の鼻毛が出てたとか、そう,そういうことで、千年の恋が冷めたみたいなことを言うなう。例えば男はさ、 うん、歯磨きでガーッと見って、そのままごっくんしちゃったりとか、それがショックだったとかさあ。あれもそうじゃん、ほら、前にも話ししたけどさ、うん、あの、王さんの娘がそのね、相手がそばのズルズル音が切ったねつんで、あ<ー>もうほんとそういうの肌になったっていうね。いやね、これは、俺はもうほんとに何でも受け入れてほしい。俺ね、例えば昨日、 まあ、昨日の話、ちょっとさせてもらうんだけど、一人で動画やったんだけど、ロシアネね。うん、やった時に最後ね、俺、タン絡んで、ビャーって出すんだけど、ああ、よくやってる、ねや。やるやんね。うん、で、パッと動画で見直したら、俺ね、口の下にね、ビャーでが垂れとんだ。お <laughs> ロミジュリ効果じゃん <laughs>。いやいやいや、ロミジュリ効果、いや、ち、もうもう言いたかっただけだろ、<laughs> お前。 いや、じゃあ、ロミジュリ効果だったら、逆に、どうなんそれ、いいのか、悪いのか、どっちやねん。<laughs> 俺は、マイナス次しか捉えとらんけど。それが映像として残ってたんだ。残っちゃって、俺、あ、やべえと思ったけど、まあ、これはま、あしゃあない多分みんなにね、あったかい、いや優しい人たちだから、リスナーさんがね。見て見,てて見て見ぬふりしてくれた。見て見ぬふりしてくれたと思うけど、俺ね、ビアー、ターン垂れながら話しとるんだ。<laughs> 俺、後見てさ、うわー、俺、タン垂れとるやんけみたいな。 うーんってのがあってなあまあ <laughs> だからなんでそれがなんなんだよ。<laughs> いや、でも、ど,どう繋がるんだよいやいやいや、でも、そういうこともあっるから、やっぱなんだろう。あのね、そういうことでもう嫌いとかさ。ああ、そういうことそうそうそう。女だって男だってヘモするし、うんこもするわけじゃん。それでも、ある程度付き合って期間が経たないとな。いきなりだって初デートでブーでやるやつ嫌だろう。いや、俺は別にいいよ。 <laughs> 俺はないや、お前はあかんかもしれんけど。いやいやいや、俺も別にいいけど、でも、ありえないって話じゃん。そんな。いや、ギャップ好きだからいいよ、俺。部屋を濃くために生まれてきたよう、ね、な <laughs> 女性 <laughs> 手を告と、タンを口につけてる男、<laughs> お似合いだよな。それおにもう何もう毎回その絵はもう、手はもう何お箱みたいな感じお,お前らお似合いのカップルだよ。いや、そんなやつおらんけど、ちょっと俺ちょっとショックだったけど、まあ、うん、あのね、だからあタンが出ちゃってるけど、まあそれでも温かく見てくれ、最後まで見てくださった。いやいや、みんな気がついてないって、まず。 うんでも、俺気づいちゃったから、うん、うわと思っそれはやっぱさ、自分の、自分が撮られてる自分の映像ってのはやっぱ細かいとこ気がつくもんだよ、やっぱり。それはある、それはある。 なあお前にそうやって慰めてもらったらもどうどんなのこれ、色見知り婚か。色見知りか。お何でもいいやん、みなんう。何だよ、色リコンカー <laughs> まあ、よう分からなけど。<laughs> 便利な言葉だな。便利だなーっていうか。うまあまあ、俺とお前しか分からんけど。でもそれはマジでマジで。あの、自分が思ってる以上に他人のか人ってそこまで見てないから。え、でもね、ちょっとショックだった。やっぱ、ああ、俺ね、なんか結構さ、一人で熱く話し,しとった中でさ、ターン吹いたつもり 俺が吹き切れずに <laughs> タンがペローって垂れとってさ。うわ。俺垂れとるやん俺。俺と <laughs> 思ってさ。気づかすのわっかないもんね。さ。俺もまあそういう時って。でも指摘してくれた方がいいんかもな。だ俺ねあるよ。これね。俺昔さ付き合ってった彼女を昔に付き合ってた。高校の時に付き合ってった。彼女がさ鼻毛で撮ったんだ。<laughs> 鼻毛で取るって言ったんだ俺。俺 それで怒っちゃってさ。そういう時って何が正解なんだろうね。わからん。そーっと抜いてあげるとか。いや <laughs> いや、そーっと抜けんだろ、鼻毛なんて、よな。痛いよな。痛いし、痛痛た痛た,た,た、何すんねんって鼻毛でる。いや、でもばそう、ね、そういう時って何でやいの何気なく、その、鏡見てみみたいなことを言う感じかな。ちょっと鏡見てみいやでもそれも失礼だよなーいやー、じゃあ正解ねえよな。っていうか、そんなんで怒るなよなっていう話だけど。<laughs> まあもう若か,かったから。 お前がなんかあれでからかうように言ったんじゃねえのいや、言ってない。俺すごい気になってたの。鼻毛マン、鼻毛マンとか言ったんじゃねえのお前だよそれ。お前の先の頃だよ、それ、お前。<laughs> 俺、そういうこと絶対言わないから。お俺、鬼のことを、のことを、そう言って、なんとかマン、なんとかだっていう。<laughs> いや、そんなことよう言わんわ。俺、マンク臭くても言わんわ。マンク臭いなんて。<laughs> 俺、マンク臭い子にマンク臭いって言ったことないからね。 今だから、実名を挙げてないよ、俺。まんくさいやつもおったとは言ったよ。何遍言ってんだよ、お前。いや、でも誰でも。ロミジュリ効果かよ。いや、ロミジュリ効果よ、これも。<laughs> ロミジュリ効果に言っちゃったけど。いや、それと鼻毛は全然レベル違うけど。いや、レベルっていうのかな。だって鼻毛だって難しいじゃん。んブワーっ鼻毛で取って。じゃあ、強い人、なんて言えばいいんだろうね。いや、まず気になんないけどな。 いや、気になっちゃった場合どうしたらいいんだろう、それって。だから、林くんはその自分の担にも気になっちゃうわけだよな。俺だったら気になんねえもん、そんなの。あー、そういうことか。動画見返しても、あ、誰も指摘してないから暴れなかったんだなって思うけどね。いや、俺ら男だからいいよ。これ女性だったら、やっぱり指摘してあげないと、他の俺が一緒に、一緒におる彼女が鼻切取ってるって見たら、あいつ鼻切取る彼女と、ありとるとか、<laughs> これロ、ロミジェネ効果やん。ロミジェネって言ってるよ。ロミジェネレーションだとしても、よ、よからん。<laughs> もういいかな。もういいや。これでいいや。はい。あのー、今回のそのコロナが、うんその、ロミジュリ効果になってるっていうのは、まあ、側面としては、あるんじゃないかな。いや、ロミジュリ効果ってなんやねん。<laughs> そこから、はい、いや、そこからだよ、もう。 いや、それで言われた終わり、終わり。まあまあまあ、ただね。うん、多分ね、ロミジリ効果って俺一瞬だと思うからさ、そんなずっと1年とか2年も続くようなもんじゃないと思うから、よく考えた方がいいと思うよ。うんうん、いや、そうだよ。だってね、これは、時代ととも、俺、これね、うん、まあ、最後に言わせてもらうけど、俺ね、小学校の時の先生おったんだよ。女性の先生がおったの。ジュレットだ。ジュレット側だ。そう、ジュリ側。ジュリ側なんだけど。うん、ジュリ側。うん、ジュリ側が、先生おったんだけど、女性のね、 もうね、パンスト入っとんだよ、パンスト。でもね、まあ、明らかに毛がボーボーなんだわ、すね毛が。あ毛の処理をしてなかったんだ。してない。してないっていうか、あんまり、うん、なんあのなあ、俺。んー、まあ、でもこれはなぁ、色味呪力効果なのかな、これも。いや、でも女性だって手入れしてなきゃ <laughs> 男と同じぐらいボーボーになる人いるからね。おるおるでしょう、やっぱり。うん、やっぱ生えるところ生えるから。俺、脇毛が生えてること付き合ったこともあるんだけど。黒木香りだな、昔で言うと。うん、そうだね。だから、 いいんだよ、別に、K なんて生えてても。もうさすがに俺よりも気分かかったら嫌だけどな。<laughs> うんまあ、俺よりも、うん、まあ、そうか。難しいな、ここは。<laughs> 何の話をしてんだよ、なかなかと。いや、結局これ何なのこれ何の話やな、これ。コロナでってことですよ。うんうんうん。コロナで、 まあ、ロミジュリ効果っていうなんだかよくわからないけど、加速したんだよね。まあ、俺らの頃は、そもそもデートするのが大変だったり、まあ、電話がなかったから大変だったから、ロミジュリ効果いっぱいあったんだけど、まあ、最近の若い人はそういうのがないから逆にそのコロナが新鮮だったんじゃねえのかな。うん。ました今みたいに脱毛クリームとかさ、脱毛なんとかとか、エステとかなかったか、えー、今、ま、そっちの話。<laughs> いやいやいや、でもさ、昔の子って多分、必死にやっぱね、 沿ってたと思うんだよ。カミソリみたいなので。だから、結構多分昔の子って、足とか切り傷とか結構あったりとかしたんだよ。ソリ <laughs> <laughs> 残し。たいなのとかはいはさカミソリ負けみたいな。カミソリ負けみたいなのが、あったんだけど、あれは逆にキュートだったけどなまあ、これも時代の変化だよな。ということでね、今回はまあ、ロミジュル効果からいろいろね、林くんのその思い出の話とかね、 しましたけれど、まあ、一刻も早くね、コロナが収まることをね、独身なうとしてはね、こう、祈っていきたいなと。いやーまあ、それの道に効果やな。お <laughs> <laughs> もういいかな。<laughs> もういいよ。浅川図です。えー、サブチャンネルもやってます。浅川図のビデオで検索してください。 林刑事です団塊陣営ナウっていうチャンネルもやってますんで是非検索してみてくださいよろしくよろしければチャンネル登録お願いします。